ごきげんよう、トロッポドです。さあ、今回やるのは、これ。いや、なんか、ドラゴンボールで見たことあるようなキャラがいるね。ということで、まあ、前回の続きからやっていこうと思います。よっしゃー、もう最強のね、モンスタートレーナー目指すからね、これ。まずね、ランゲームで、ね、重要なアイテムを集めていって、おいしょー、飛ぶー、よし。他のね、まあ、今後使う重要なアイテムだから、しっかり回収して。さあ、たどり着いた。トレーナーがいる公園。よし、じゃあどうしようかな。で、今回ここね、幽霊のキャラがいるんで、これをちょっと今回育てようかな。さあ、じゃあ集めてきた肉を幽霊ね、これ全部あげよう。さあ、食べるんだ。うわ、この進化も気になるな。まあでも、ちょっと進化しないか。魚が何匹か必要だね。まあ、いや、とりあえず、トレーナーバトルも早速やっていこうかな。上のここの二人は倒したから、じゃあ次はこっちの方から行こうかな。てか、だんだんね、トレーナーも強くなってきてるんだよね。よし、じゃあ君と戦おう。てか、なんかちょっと悪くなったたけしっぽいんだよね、このキャラ。よっしゃ、やっていこう。なんか仮面つけてるし。いや、勝てるかな。前回結構ね、モンスター育ててきたんで、早速ガメックス、行くぞ。よいしょ、おっと、1.5 倍だったか。さあ来た、うわ、これ痛そう。うわ、まあ、40も食らったか。ここで、かけるに来た。これで2倍の攻撃力。おお、倒したね。早い。なんだなんだ、また、新キャラ出てきた。てか、どれもこれも、ポケモンの世界で見たことあるなぁ。いや、パクリのオンパレードだね、これ。よいしょ、どうだ、あと一発。うわ、耐えろ、おー、耐えたー。いいぞ、いいぞ。これならもう倒せるね。うおー、2匹倒したよ。さあ、出てきた。ちょっとギャラドスっぽいね、ポケモン。いや、ポケモンって言っちゃったよ。モンスターと呼ぼう。よし、じゃあ、いけ、8。8はね、進化させてないからまだ弱いんだけどね。できるだけ削ってほしいな。よいしょ、かける2。できるだけダメージを与えるんだ。今これで終わったか。よくやった、8太郎。そうぞ、次は、とんがりくん。よいしょ、かける2、とんがりくん。よし、まあ、このとんがりくんもね、進化させないから、ちょっときついな。よいしょ、倒せるか？惜しい！あとちょっとだったのに。やれたー。残り2体か。ここはもう玉尾で行こう。最初の相棒玉尾、オッケー。いいぞいいぞ。出てきたガメグズ。ちょっと勝手に名前つけたんだけどね。よいしょ、かける2。でもこれ水タイプっぽいから。やばいぞ。おー、でも、切り刻んでくるね。ジョーかける2。倒してほしいな。やばいな、これ。うわー、やれたー。残り1体？やっぱ敵強いな。よいしょ。どうするか？おー、いいねー。うわ、出てきた！リザードンみたいな、ボンサー。ポケモンって言いそうだったな。よいしょ。さ、これで、いいね、60ダメージ。でもやばいな。うわー、耐えろー、わー、強すぎでしょー。復活します。お、よいしょ。さあ、これで倒してほしいね。こっち水タイプだから。てか、これ弱点とかあるのかな。ちょっとこれで。よいしょ、わー、耐えたか。耐えろ。オッケー、やばい。強いな、80ダメージって。でもこれで、終わった、オッケー。あ、この人、バッチの人だったのか。おお、やった、3つ目。これもコンプリートしていきたいな。全部で17。めっちゃやり込めそうだね。さあ、来た、新しい大陸。あ、もしかしてバッチもらえたら、新しい大陸が出てくるってことね。おお、いいね、このステージも。お、いるんだけど、モンスター。うわ、かわいい。よし、捕まえよう。さて、体力60。いけ、EV。焦い、いいよ、かける2。
オッケー。ポチと名付けよう。よし、ランゲーやっていきましょう。さあ、今のうちに高評価よろしくね。今回の目標はね、まあ、2000は目指してやっていこうと思います。よし、高評価の力でうまいプレイやっていくよー。よいしょー。おっと、ノコギリ。いや、でも結構アイテム集まってきたね。あ、鍵も3つ揃った。いいよいいよ。さあ、これでゴール。さあ、これだけ食料集まれば、進化いけるかな？あ、広告見たら進化だ。見よう。さあ、来てよ。おお、これもまたどっかで見たことあるな。ピザもあげよう。お正月食べるんだ。これピザあげると、多分攻撃力がアップしたね。よし、2アップしてる。ちょ、残ったピザは、ガメックスにあげようかな。さあ、これ、多いね。近い近い。でかいな、ガメックス。よし、もう残り全部あげて。よいしょ、ショップで、肉、あ、買えるね、これ。さあ、見てください。大量にアイテム集めてきました。これ全部あげちゃおう。これでそろそろ進化来るんじゃないかな。おばえもんの進化もね、見てみたいからね。頼む。進化来てくれー。あ、来るよ、これ。来たー。おばえもん。おー。このキャラ、どっかのゲームでも見たことあるなー。よし、でも頼もしい仲間がね、また一匹増えたから。よし、戦いに向かおう。この島で最後のトレーナーかな。よし、この人もバッチもらえるかな。じゃあ戦おう。やたけしの色違い。じゃ、早速、さっき進化したおばえもんをね、チームに加えよう。蜂ちょっと弱いから蜂と交換で。これでいこうかな。うわ、すごい戦力になってきたんだけど。よし、さあやっていこう。たけし5号。もう相手のトレーナーの名前ね、たけし5号ということにしとこう。さあ、これ、どうだ？一撃じゃなかったか、ちょっと耐えたね。あの、お化けの進化タイプだからね、こっちは。よし。うわ、出てきた！なんか、ラッキーと、ライチュウが合体したようなバージョン。よいしょ、おー、どうだ？いいねー。もう一匹も出したけど、痛い！ピンタが痛い！よいしょ！いいねー、かけるに。さあ、これ、まあ、やられちゃうか。よくぞ頑張った、おばえもん。よっさあ、じゃあ次どうしようかな。とんがりくんでいいや。さあ、どうだ、とんがりくんの力！いけい！とんがりくんは、悪タイプっぽいけど、待って待って、ゲンガーじゃないあれ。いや、ゲンガーのパクリと呼ぼう。ちょ、ゲンガーと誤解する人もいるからね。ちゃんとパクリってつけとかないと。強いな、ゲンガーのパクリ。よいしょ、じゃあこっち行こう。さあ、じゃあ、玉をね、倒せるか？あ、いいね。次で倒せそうだ。いや、でもあのパクリも欲しいな。よいしょ。チームに加えたいんだけど、相手のモンスターとか奪えないかな。やべ、でも蜂の進化来た。うわ、強っ。でもよくぞ耐えた。よいしょ。やべえぞ、これ。玉をよくやった。さあ、残り、モンスター2体。これ勝てるかな？でも相手も2体だから。今回は、復活せずに倒していきたいね。耐えろ！よー！ちょっと相手草タイプっぽいな。さあ、これで、オッケー、消滅。倒した時消滅する感じがいいね。さあ、何あれ？あれも、ポケモンの世界でなんか見たことあるな。耐えろ！やりたか。最後じゃあ、EV のパクリ、行きましょう。さあ、行け、EV のパクリ。よいしょ。いや、やっぱ攻撃力高いな。さあ、これまあ、一発は耐えるから、これで、終了、OK。復活せずに勝てた。やったー。さあ、でも、バッジはもらえなかったね。でもトレーナー倒すと卵が出てくる。生まれてくるのが楽しみだな。時間経過で生まれる感じだね。そう、来ました、プレゼント。え、この中のどれかにモンスターが入ってんのかな。来い。
ああ、ダメだったが、あ、でも、広告見たら、鍵3つもらえる。さ、手に入れてきました。ということで、ここに入ってるよね。うわ、教えてくれるのはありがたいな。あと、ここで、連れてけるペットをね、変えたりできるんだけどね。さっき手に入れたモンスターいるかな？あ、いたいた！え、これもしかして、なんか最終進化、ゲンガーみたいな形になりそうだな。よし、これ育てていこう。さあ、ついてくるんだ。いいねね。おっと、あれはこっち行こう。やべ、倒せるかな？オッケー。よし、今回はこっち集中狙いで、オッケー、倒した。じゃあ、こっからコツコツアイテムね、集めていってどうどう。ちょっとこれ、ランゲーやるとき、なんかカクつくんだよね。ちょっとカクつくのはやめてほしいな。よし、でも、ゴール。さあ、じゃあ今度こいつ、育てようかな。名前は小島にしよう。よーし。じゃあ小島にピザをあげて。これで攻撃力アップと。よーし、またね、アイテム集めまくりました。めっちゃ積んであるね。で、さらにここで、かけるにフードって2倍になるってこと？さあ、広告見てきました。確かにもう画面のさらに上まで、餌が積まれてるっぽいよ。やばいな、この数。これ最終進化まで来るんじゃないかな。さあ、食べるんだ。小島。さあ、来た！2段階目は、おお！かっこいい。え？ちょっとタコっぽくない？ 3 段階目も来ました。おお！え、ゲンガーではなかったけど、めっちゃかっこよくなったんだけど。やばいやばい。強そうだな。じゃあ次は隣の島行こうかな。ここも前回現れた島なんだけどね。まだトレーナーバトル全然やってないからやっていこう。よし。ちょっとモンスターを入れ替えて。よし、小島。めっちゃ強いな。すごいな、このステータス。相手は弾を出してきたか。ってか待って、これ、持ってるモンスターが、全部最終進化になった。最強パーティー。行け、小島。これが、小島の力を、え、倒せる？ 2 発でいけるんじゃない？おしょー。いいね、倒した。やばい、なんか敵も、めっちゃ強そうなの出してきた。よいしょ、ここでできるだけ、体力を減らしておきたい。耐えろ、オッケー。さあ、かけるに、狙っていこう。あ、1.5 だったか。いやー、ちょっと残っちゃったな。わー、小島ー、消滅したか。いけ、玉を。さあ、これはもう一瞬で終わらせといてと。出てきたね、この蜂も。地味に強いんだよね。よいしょ、かけるに、耐えろ。うわー、でも、もう弾を弱くなってきたな。この中で一番弱いんじゃない？一番最初の相棒なのに。よし、仕方ない。ガメックス。いけい！多いよ。強いね、やっぱ。さあ、これも、倒せるかな？いいね。さあ、次何出してくる？おっと。これも見たことないキャラ。ポケモンにいそうだな、このキャラも。いけい！あ、いいね。結構減らすけど、体力めっちゃあるな。うじょー、かける2。これで、7耐えてきたか。わー、やりたー。いや、ほんのちょっと耐えるのやめてほしいな。よいしょ、これでも終わらせて。よし、あれさえ倒せば終わりだ。あれ、ゲンガーの進化前？進化前なのにちょっと強そうだな。さあ、どうだ？オッケー、耐えたー。さあ、ここで、終わらせたい。いやー、ちょっと強いなー。まあ、やれちゃうね。よくやったー。なんとか。さあ、いけ、EV! よいしょー。やりました。このゲーム、やり始めた頃は、もう1匹しかいなくてね。もう弱かったのに。今めっちゃ強いパーティーになったな。おいおいおいお。いや、もっと強いモンスター手に入れていきたいね。
さあ、くぐり抜けて溶け。気づいたらまた鍵も2個溜まった。またこれ鍵3つね、揃えて。モンスター手に入れていきたいね。よっしゃ、小島はね、もう最終進化したから、じゃあ次、ここ行ってみようかな。え、なにこれ？出口のモンスターをキャッチします。いや、ちょっと文字がバグってるけど、伝説のモンスターってこと？いや、見る感じ、伝説のポケモンのパクリだよね。行ってみよう。え、本当にこれ手に入るのかな？え、キャッチしますって出てたけど、別の島にやってきた。え、なんか伝説のポケモンいそうだな。間違えた。伝説のモンスターいそうだな。え、いるいる。え、ルギアこれ。え、ホウオウもいるんだけど。やばいやばい。伝説らしい。あ、上にもなんかいる。え、これは何？これ普通にオリジナルっぽいね。うわーすげえ。あ、じゃあちょっと、ルギアと戦おう。よし。あれ？ルギアじゃないぞ。え？どういうことこれ？え、待って。相手も、モンスター5体いる。あ、5体倒さないとゲットできないのか。なるほど。トレーナーバトルみたいになってんだね。仕方ない。全部倒すか。お、消化×2。いや、でも、最初からなんかモンスターめっちゃ強くない？オゲー！結構削られた。もう、玉尾は。パーティーから入れ替えた方がいいかもしれないね。うわぁ、2発でやられたか。じゃあ、次どうしようかな。じゃあ、一番攻撃力の高い EV でいこう。よいしょ、これで一気に終わらせたい。倒せ！うわぁ、ちょっと残ったが。うわぁ、やられたな。でも、これで次倒せるね。よいしょー。さあ、2体目。え、待ってこれ。1匹1匹。強いんじゃないか？よいしょー。体力減らないね。うわー、イブイー。やばい。残り3体しかいない。いけい、ガメッグズ。よし。相手が炎タイプっぽいなら、こっちは水タイプで終わらそう。耐えろ。おー、ちょっと、食らうな。これで、終わりー。さあ、体力 300？ おかしいでしょ。わー、攻撃力もめっちゃ強い。え、何あれ、チート級なんだけど。さあ、いけい。これで、わー、結構でも減らしたよ、体力。うわー、120ダメージとかやば。これも伝説のポケモンか。ちょっと炎帝っぽいよね。あー、倒されたー。もう一体だけか。さあ、頑張れ。おばえもん。倒すんだ。やばいぞ、これ。一撃でやられるか？耐えたー。頼むから倒してくれ。よいしょー。うわー。いや、無理だ。いや、でもこれ、復活できる。さあ、復活。え、これ5体とも復活したのかな？よいしょー、とりあえず。オッケー、倒した、倒した。やば、次もめっちゃ強そうなんだけど。何あれ、新モンスターばっか。おしょー。え、全部伝説のポケモンなのかな、相手。耐えろ。わー、あれ、あ、復活したの1匹だけか。ってことはもう全滅。ルギア強すぎた。ルギア1匹だけ来て欲しかったのに。鳳凰はいけるかな？やばい、戻してた、戻してた。伝説のポケモン1匹くらいは欲しいから、鳳凰も挑戦しよう。てか、ポケモンって言ってないか？モンスターと呼んどこう。うわ、1匹目からめっちゃ強いなぁ。よし、じゃあこれはね、下の広告見ると、かける3ダメージ与えられるからね。広告見ながらやっていこう。さあ、広告見てきました。これで、あ、いいねね。広告見まくって、全部かける3ダメージでいこう。最初、いけい。まだ倒せないか。あと2。耐えろ。オゲー。オケ、倒した。オゲー。うーよいしょ、倒した。オゲー。いけい。倒した。え？
火曜が？わー、食われたー。焦げー。よし、復活からの攻撃。オッケー、倒した、火曜が。出てきた、最後。ホウオウ。おーい。一撃、やば。下砲。全部、30秒の広告見ながら攻撃したのに。負けたー。伝説のポケモン戦、強すぎでしょう。いや、もうやんない、もうやんない。いや、もう勝てないからね。もっと強くならないと。待って、海王がいるじゃん。いや、海王がなら、倒せるかな。え、他にもなんかここの辺いるかな。あ、いた！グラードンだ！うわ、かっこいいな。いや、欲しいんだけど。まあ、伝説のポケモンを手に入れるには、まだまだやり込まないといけないね。よし、これからもね、最強のトレーナーを目指すため、このゲーム、まだまだやり込んでいこうと思います。まあ、またね、やってほしいって人は高評価よろしくね。それではみんな、じゃあね。